こんにちは、神戸市で大ヒットの伊藤です。今回は、テニス肘、上腕骨外側上顆炎の、原因とそれに対する、ケアの仕方についてお話ししていきます。まずテニス肘っていうのは、この辺の肘の外側の痛みなんですけども、このテニス肘っていうのはこの手首をこうやって上げる筋肉、伸筋っていうんですけど、この筋肉が原因で肘の外側が痛くなってくる疾患なんですけども、テニス肘って名前がついてますけど、実際テニスしてない人でもなってる方はたくさんいらっしゃって、デスクワークしてる人でもなってる人たくさんいらっしゃいます。で、テニス肘の治療はよくこの辺に電気当てたりとか、この辺に対する治療をすることが多いんですけども、それだけじゃ治っていかない人の方が圧倒的に多くて、テニス肘になってる人はここの問題だけじゃなくて、別の特徴もあります。で、その特徴も一緒にケアしていくことがテニス肘早く治っていくケアになってくるので、そういう感じの体操を今からお伝えしていくんですけども、まずテニス肘になっている人の特徴っていうのは、圧倒的に肩がこう中に入ってます。こう中に入ってる。で、普通にこう背筋伸ばした状態で手首こうやって上げるのと、こう肩を、中に巻き込んだ状態で手をこうやって巻き込んだ状態で上げるのだったら、上げにくさ全然違うのが分かると思います。で、これプラスなってるのが、痛いがテニス肘になってる側の肩がこう下がっていることが多いです。これで肩上げると、手首動かすと、ここに対する負担がすごい増えるのが分かると思います。で、こういう人がこの状態が治らずにここでばっかりケアしてても、やっぱりここの負担がずっと強いから治らないので、この肩周りというか、この姿勢もケアしていかないとテニス肘は治っていかないので、そういったケアを今からやっていきます。まずこう巻き込んでるので、やってほしいのは、一つは巻き込んでるのを逆にこう手を外に開いてほしいんですよ。こう外に開く、これ何回やってもいいんですけど、とりあえず、10回ぐらいやってみてもらって、これ一つこう巻き込んでるのをこっち開くっていうのが一つで、もう一つは肩こう中に入っているのを戻したいので、手を肩の上に置いて前から後ろに動かす、こういう動きも大事です。巻き込んでる人っていうのはこう中に行くことばっかりなので、こう後ろにする動きを自分で作ってあげないとダメなのでね。で、こういう動きで、あとはこう下がっていることが多いので、もうさ下がっているがめちゃくちゃ外側硬くなっているので、そこに対するストレッチもいりますね。足外に開いて、でさっきは手を肩の上に乗せましたけど、乗せずにフリーにして横に倒していく。これでこの辺支点にして伸ばすような感じ、こんな感じで15秒から20秒ぐらい秒ぐらいしていただいたら、すごいテニス肘になっている側の肩っていうのは硬くなって巻き込んでて硬く肩甲周り硬くなっているので、今のストレッチすごい効くと思います。で、こういうストレッチをして肩甲骨周りを動かして姿勢をいい状態にキープしていくと、テニス肘も早く治っていきますし、ここだけの治療じゃなくて、この全体的な治療をしていくことがテニス肘の改善の道になるので、こういう感じでやってみてもらったらと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。